で火がついたので、カルス、いただきます。牛肉のすねのシチューを作ります。まずはこの肉を焼きます。牛すねなので、牛すねなのでちょっと時間がかかるんです。で、これは今日の夜食べるのではなくて明日食べます。で、これ焼くのは何でしたっけ、メイラード効果を狙って一応いるんですけども、ちょっとこういうの良くないですね。この凍ってるとか、あまりこれ凍ってるのは良くないのでちゃんと溶かしましょう。で、こう焼けてくるじゃないですか。焼けてきたら、こうひっくり返して、4面というか全面焼き色をつけます。このすね肉なんですけれども、どんぐらいかな、本当に柔らかくなるぐらいまでっていうと6時間かかるかもしれないですね。で、今日はこれ見ての通り人数が多いんです。なので量はたくさん作ります。まあ、接待ですね。接待キャンプというか、キャンプ場テントじゃないんですけどもね、こうバンガローっていうかコテージなんですけども、絶対晩飯係です。でもこのぐらいになったらもう全然大丈夫です。あとは、鍋に赤ワインをガバガバ入れて煮込むだけです。玉ねぎを炒めます。玉ねぎ、オリーブオイルで。まあ、炒めるんですけれども、焦がしちゃっても大丈夫なのでそんなに気にしないで炒めてください。で、私はあんまり玉ねぎのニュルッとした感じが嫌いなので、具が欲しいと言いますか、玉ねぎ形がある方がいいっていう方は普通に串型とかで大きく切っちゃってください。これ私は繊維に逆らって切って、もう溶かしちゃうような感じの切り方になってますので、まあみじん切りのすごいでかいやつみたいな感じで切ってます。で、よく炒めますね。そうしましたら、炒めてる間にこれですね、ワイン。
だからボルドー、ボルドーのシャトーブリオルージュ、なんか賞もらってますね。2019年に賞もらってるワインですね。これをちょっと開けます。これはオープナー。そう、ワインって結構この下で切る派とここで切る派といますよね。このキャップを、この自分はこの下で切っちゃうんですけども、なんかそう教えてもらったから、どっちでもいいと思います。好きな方で切ってください。で、このこんな言いながら失敗したりする、このこのセンターにぶっ刺して、で起こして、起こして回す。でこう引っ張る。近すぎるか。こう近すぎるし見づらい。こう引っ張る。引っ掛けて、あたたたたた。そうするとこう、うん、また綺麗にスポッと、はい、開けましたね。でこれを鍋の中に入れるんですが、まあ、とりあえずいただきます。飲みやすい。カベルネソーヴィニョンですね。うん。おいしい。ということで、これをこれね、鍋に入れます。この鍋に入れます。で自分はわりかし銅鍋を使うんですね。銅鍋ちょっと今洗って水入れてますけども、でこの中に甘いのがバカバカバッと、入れて、まあ、1本入れちゃうな、ちょっと多いかな。まあ、ちょっと飲む分残してもいいですし、あとソースの方でもまた使いますので、1本全体で1本ぐらいでいいかもしれない、うん、ちょっと残しておいて、あとはソースに使います。で私は先にとりあえずアルコールを飛ばしてから水入れて、で玉ねぎとか肉入れますね。まあ、水分が多いようなものの場合はこう入れちゃっても多分アルコールは飛ぶと思うんですよね。ただだから濃度があるようなものとかっていう時はちょっと先に飛ばした方がいいと思います。というわけでさらにこれを炒めていくわけですね。で、沸いたら、沸いてますね。火つけちゃってもいいです、アルコール飛ばすのに。火つくかな。もう火つかないですね。
アルコール飛んじゃったんで火つかないですね。まあ、あの火をつけてもいいです。そうしましたらこれ飴色になってくるじゃないですか。飴色になってきたところでこれを入れます。でこの焦げてる部分とかっていうのをこれこのまま洗っちゃうともったいないので、これも味ですからね。なのでここに先ほどの赤ワインを入れます。よーっとなってますが、でこれこうゴシゴシ焦げを取ります。でもこれ取れたらこの中に入れて、あとは水入れて柔らかくなるまで煮込みます。結構このすねって時間かかるので、時間がある時にぜひ作ってみてください。で、明日かもう一回こう煮込んで柔らかくなったら、ソースを作って完成です。とりあえず今日はここまで、あとひたすら煮込むっていう感じですね。でアクが出てきますので、アクはまあ適当に作ってください。そうですね、よく取った方がいいっておっしゃる方もいるんですけれども、どっちでもいいと思います。取らなくてもアクの正体って脂肪分だったりとか血の部分だったりとか、こう熱が入ってタンパク質ですかね、固まってアクになるっていう感じなので、まあ味っていう部分もありますので、特にビーフシチューとかって茶色いあれだったりとか、コンソメとかだとねちゃんと取らなきゃいけないんですけども、ビーフシチューとかカレーの場合はそんなに気にしなくてもいいっていう風に、言う方もいらっしゃいますので、自分はどっちかって言ったら取りますよ、アク取るんですけども、そんなにスープみたいに貴重メニューは取らないです。というわけでまた明日仕上げです。これね入れて、じゃあこれであと明日仕上げです。とりあえずこんな感じですね。あとちょっと水足して沸かしてアク取って煮込むっていう感じになります。で肉が柔らかくなったので、ちょっと肉だけ出します。でこの中に入ってるこの汁を煮詰めて、あと デミグラスソースと合わせるんですけども、デミグラスソースを作るのって、まあ、最低でも3日4日かかるんで、デミグラス缶を使います。よいしょ。今回は1人じゃないので量は多いですね。でこの中にデミ缶と直接入れてもいいんですけども、これ結構もう柔らかいので、デミ缶を入れたりとかするとなんていうの、焦げるのでぐるぐるかき回すじゃないですか。かき回してる間に肉がボロボロになっちゃったりとかしますので、まあ、こう一回取り出してから
デミカン入れるのがいいと思います。ただそうですね、この中に直接缶を入れてもいいですし、ちょっとまあいいや、このまま直接缶入れて仕上げて終わりです。で、このハインツデミグラスソースを入れますが、別鍋で、日本酒とかあとワインとかを煮詰めて、その中これ入れて合わせるっていうのでいいんですが、本当はね、それでやってもらっていいのですが、今回はもうワイン結構入れたので、もうこれ1本近く入ってるので、このまま入れちゃいます。よいしょ、お、出た、うわ、煙、このこれもったいないんで、外側についてこれ中一回入れて、でこうぐるぐるっとかき回して、シャーッと、これで綺麗になりますんで、木べらとかでぐりぐり混ぜます。で、この分量だと、1缶じゃ足りないので、2缶、ちっちゃいの2缶入れましょう。あとはかき混ぜる感じですね。それで、完全に溶かして沸かして、で、まあもうこれ夜食べるので、まだ今すぐじゃないので、溶けたら、塩コショウで味整えて完成です。で、最初に焼くときに小麦粉とかをまぶして煮込んだりとかすると、もうちょっと濃度がつくので、まあ1缶で多分足りる感じですね。ちょっとそれやんなかったので2缶入れましたけど、で、すぐ食べる場合はあんまりあれなんですけども、特に置いとく場合、まあすぐ食べる場合でも1回ちゃんと沸かした方がいいですね。で、すぐ食べないときは完全にこう沸かして、置いとく、冷ます感じにした方がいいと思います。まあ冬とかはそんなすぐ冷めるからあれなんですけども、完全に火入れとかないとなんか腐っちゃったりすることがあるんですよね。特に次の日食べようなんつって、シチュー残ったから次の日食べようとかっていう場合は、特に食べ終わった後一回沸かしてから、冷蔵庫入れるなりなんなりしてください。ほんと腐る場合があるので、あとこの粉物を入れた時はもうこういう、木のしゃもじとかで やるとね、焦げつかなくていいのと、鍋の特にアルミとかの鍋だとアルミ色が映っちゃったりとかなんかねしますので、こう金属のものじゃなくて木のやつか、あとゴムベラで混ぜた方がいいと思います。というわけで、これが、まだ完成はしないんですけどもね、完成したらもう一回夜撮ります。で、ビーフシチューができました。これがですね、よくできておりまして、
がいもこれもう湯がいてっていうか蒸してきちゃったので、この中入れるとデロデロになってしまうので、電子レンジって、まあ、焼き芋みたいにしてもいいですし、でこれでこのシェラカップがこのカップですね、これがこれ銅なんです。で鍋も銅なんですけれども、これで完成となります。で、あのブロッコリーとか、あのなんだあれ、ブロッコリー、インゲン、あとアスパラとか、あのそれ入れていいんですが、買ってくるの忘れたのと、あと人参はもう完全に入れ忘れですね。で、これ途中でトマト、プチトマトの余ったやつとかがあったので入れたんですけれども、あのトマト入れても美味しいです。で、なんていうのかな、ワインの酸味っていうのがちょっと結構効いてる感じ、まあ、効いてるっていうほどじゃないんですけども、見た目以上にあっさりしてるっていうのと、やっぱね、味が牛すじなのですごくよく出てて、牛すじじゃない、ごめんなさい、牛すねなのですごくよく出てていいですね。で、最後黒胡椒をかけます。これで完成ですね。これ家でもできますので、ぜひよかったら試してみてください。